みなさんこんにちは、スプレアートでのべるちゃんです。今日の動画でですね、そばを作りたいんですけど、オリジナルレシピっていうメキシコっぽくそばをやっていきたいと思います。じゃあとりあえず材料をいっぱい買ってきた。で、簡単なそばを作ります。まあじゃあ材料はこれですね。まあそばです。あと卵と桜でんぶ、そばのつゆ、あとメキシコのソースです。 OK です。じゃあ水入れましょうか。卵を乗せていきます。ほうもも美味しい。と桜でんぶもう本当にちょっとだけ上に、これがもう美味しいだと思う。どっちにやろうと思ったけど、まあこれはね多分ちょっと違うから、とりあえずハラペーニョペーパーにします。ハラペーニョはこんな感じです。いいんですね。あー綺麗綺麗綺麗。そしたら普通のつゆ、美味しそう。ちょっと食べてみましょう。で、なぜメキシコっぽくって、私たちね卵をよく使う、料理でよく使うこの桜でんぶはないけど、なんかこれは可愛いと思ったから入れた。まあ、アジは結構好きだよ。美味しい。なんかみのももしよかったら、次はそば食べるときにちょっとハラペーニョ入れてみて。辛いって感じがするけど、そこまでなんか辛いとかじゃないから美味しいです。美味しい。今度ねこれも入れるかな。これ何って思った人が多いと思いますか。あともっとね、本当の日本料理をちょっと頑張っていきたいと思います。まあ今日はねちょっとメキシコっぽくそばを作るけど、今度ねまあ別の動画でちゃんとした日本料理を作っていきたいと思います。それだけです。まあチャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れないでください。皆さんアディオース。